こんにちは、ブックコンです。本日は Awich 等のミュージックビデオ作品を多く手掛ける堀田秀人監督のお部屋にお邪魔してます。堀田監督、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずなんですけど、この天窓すごいですね。光めちゃくちゃ入りますね。そうですね、これいいですよね。決めるときにこだわったというか、なんかここいいなとか思いました。あ、でもこれいいなと思いました。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあお部屋の方もぜひ見せていただきたいと思います。はいはい、すごいですね。なんかカルチャーが溢れたお部屋ですね。このクッションめちゃくちゃ可愛いですね。これは VX1000 ですね。はい、そのカメラと一緒なんですね。はい、これと一緒です。これ何か、なんか思い出のあるカメラ的なものだったりするんですか？でもまあ、学生時代はこれで撮ってました。あ、大学生時代の映像撮影で。ね、はい、そうです。へぇ、はい。もう、まだ使えるっすよ、これも。あ、そうなんですね。はい、今ね、スケーターの人たちとかみんなまだこれで、はいはい、撮ってると思いますよ。VX1000 は名機なんで、もう今直せるとこほとんどないんで、結構貴重だと思います。なんかスケーターの人が言ってたんですけど、はい、直せるおじいちゃんが一人いるらしいですね。何件かに伝説のおじいちゃんが伝説のおじいちゃんがいるらしいですよ。VX1000 を直せる。このクッションは普通に売られてたものですか？いや、これあれですよ、タイブースって、スケーターのジャーチが付き合ってる、はいはいはい、タイブースの、あ、書いてある、タイブースの VX1000 のクッション。その後なんですけど、もうこの棚が目につくなと思うんですけど、はい、すごいですね、映像作品からお人形というかフィギュアまで、ね、先ほどもなんか勝手に見させていただいた時に、アキラだったりとか、はい、刺激的な映像作品というか、アキラはインスタレーションやったんですよ、アキラ展っていう、はいはい、日本科学未来館でそのアキラの音展っていう展示をやったんですよ、はい、3面のインスタレーションで、その時にそのアキラの映像を解体して、でまた別の映像を作り直したんですけど、でもまあやってよかったですね。それ集めてる作品とかこういったものって全部見られてるんですか？見てると思いますね。あ、そうなんですね。さすがに、はい、すごい作品量、好きなものを買ってるって感じですね。どちらかというと映画館とかで見たやつ。結構フィギュアも気になってて、さっきのインタビューでも怪獣を好きっておっしゃってましたよね。はい、ただ別にフィギュアオタクってわけじゃないんで。あ、ただそうなんですね、はい、ヘドラって この子たちですか？同じですね。ああ、はい、ヘドラ、ゴジラ対ヘドラです。はい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 。テーマが好きっていうのは何かこう意味合いが、まあ、なんか当時まあ60年代で公害とかがすごい時代に、はいはい、まあ、人間が生み出した怪獣です、ね、あ、そうなんですね、はい、そういう社会問題的 なんかバックボーンというか、はい、そういうのが気に入ってみたいなことなんですね。そうです。ちょっと横にずれるとこうちょっと古めのテレビというか懐かしい形してるテレビがあるなと思うんですけど、はい、これはどういう、これインテリアの一環として置かれてる感じですか？これはテレビでつくんですか？つきますよ。むしろよく見てるっす。わー、砂嵐たまらないですね。やってるわ。おー、こうやって、これは寺山修司のなんか謎の、え、結構いいっすよ、夜とか見ると。画面の右上にビデオって出てるのめちゃくちゃいいですね、うん。なんかインテリアとかで置かれてますみたいな方はたまに見てたんですけど、つける用途の方あまりいらっしゃらなかったので、ね、VHS が見れないとね、結構しんどい時あるんですよね。あ、欲しい、そうなんですね。これとか欲しいけど、VHS しか出てないなみたいな作品とか。上に亀さんがいらっしゃるんですけど、これは下北沢の古着屋にあったんですけど、はい、売り物じゃなかったけど欲しいから無理やり買いました。そんなこと可能なんですね。何度か通って。すごいですね。剥製ですよ、はい、あ、剥製なんですか、はい、このグーは何ですか？これはセソニョンっていう韓国のバンドのミュージックビデオを作った時に、はい、まあ、ソユンっていうボーカルの拳を海からなんか上がってくるっていうショットを撮りたくて、彫刻家の人にお願いして4メーターの拳を作ったんですけど、それのモックですね。それを海に沈めて、あ、本当に沈めてクレーンで上げてくるショットを撮ったんですけど、なんかそういうのって結構最近 CG 処理とかされる方もいるじゃないですか。確かに合成してみたいな、そういうのってこだわりあったりするんですか？まあ、実写の方が好きですね。あ、そうなんですね、はい、リアリティみたいなことなんですかね。いや、なんかそういうことじゃなく、それも大事なんですけど、はい、やったっていう行為が好きなんですよ、ね。あ、映像とか関係なく、なるほど。その工程自体が好きというか、はい、イベントですよね。あ、はい、自分にとっての、はい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 、なるほど。大変でしたね。あ、やっぱ大変ですよね。制作費のほとんどがそれに持ってきましたね。4メートル拳に4メーター、はい、何百万かその石像に飛んだっす。何百万すごい規模の拳が、はい、出来上がったんですね、はい、そうです。ありがとうございます。ちょっと横にまたずれていただくと、はい、今度はこちらモニターですかね、普段使ってる。これモニターっすね。
あのここからつなげられるんで、人が来た時とかに、あ、普通にテレビでも見れるんですけど、テレビしたらプレミアとか立ち上げて画面をこっちにすればできるってことです、ね、うん、あ、そうなんですね。編集ソフトプレミア使えない。そうですね、はい、編集ソフトはプレミアしか使えないです。あ、そうなんですね。他のソフトお使いになったことは今までない、はい、まあ、イラレとかフォトショーはできるっすけど、はい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 、他は使えないっすね。あ、じゃあ映像編集で言うともうプレミア一筋。はい、タイムラインも僕も V1 と V2 しかないんで。あ、そうなんですね。あのカット編集しかしてないっす。あ、なるほどだからプレミアじゃなくてもできるんですよ。はいはいはい、はい、あの多分 iPhone でもできるレベルの編集しかできないんでいやいやいや、めっちゃシンプルっすよ。机の上シンプルですよね。なんかあまりごちゃごちゃしていないというか。まあそうっすね。必要な、他にだって仕事で使うのこれだけだから、はいはいはい、必要なものがないっすね。 MacBook はモデルで言うとプロですか？ MacBook Pro になるんですかね。そうっすね。14インチだった Apple M1 Max。 あ、 M1 なんですね。64GB。あ、64GB、十分ですね。まあそういう作業は自分ではしないんで、はい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 、プロ棋士作って編集するから。なんか全体的に今までお部屋ファーッと見させていただいて、いろんなお話を伺えたかなと思うんですけど、こだわったところとかってあるんですかね。え、部屋でですか？はい、何もないですか？あ、ないんですね。はい、好きなものを本当に詰め込んだみたいな感じなんですね。ないですね。あ、はい、どんどん増えていっただけです。これからも増える予定ですか？これからも増えるんじゃないですかね。そうなんですね。じゃあまた足りなくなってきたら広いところに、はい、っていう感じですか？そうですね。いや、めちゃくちゃお部屋見させていただいて楽しかったです。本当ですか？はい、いや楽しかったです。本当にお聞きできてよかったです。コンテンツになりますか、これ？なります。はい、はい、というわけで本日は堀田英人監督のお部屋紹介させていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。